ナーはしんまちゃんの世論を切るに参ります。はい、しんまちゃん今日は特別バージョンなんですって。そうです、今日はね、はい、まあ世論を切るということで、はい、いろんなまあ世論を切ってまいりましたけども、あまりこうバサバサ切りまくってもいけませんので、たまにはちょっと徳を積まなくちゃと徳を積む大事な言葉ですね。徳を積まなくちゃということになりまして、ね、はい、人生をね、はあ、考える上で徳は積まなきゃいけません。どなたか徳を積んでる方いねえかなと思って、はい、はい、の近くで、そう思いましたら、はい、なんとあの武田和平さんという方、はい、はあ、もうね有名ですよね、あの卵ボーロ、はい、いただきました、いただきました。もうお菓子の城、はい、お菓子の城ね、有名ですね、すごいですよ。もうテレビでもバンバン拝見しました、はい、今そこの会長さんになってらっしゃるんでしょうか、うん、はい、はい、武田和平さんをご紹介いたします。こんにちは。あ、こんにちは。ようこそお越しくださいました。まさかね、あのこういう形で出会いが、ビッグな方がね、はい、あるとは思いませんでしたけども、していただけるとは、うん、しまちゃんとのつながりは、私との直接とのつながりとは、あ、前にでもどこかでお会いはしてると思います。多分いろんなイベントとか、しまちゃんのじゃあ優秀なご子息様の方に強い、まあ、たまたま今回はそういったつながりでね、はい、あの足を運んでいただいたんですけども、はい、実はあの私は著徳問答校というのの講師をやらせていただいてるんですよ。著徳問答校、どんな字書くんですか。貯金の貯にね、はい、徳を貯金貯めていこうという、あ、その徳を積むの徳が、はい、それを問答でということで、はい、まあ、講師というお役はいただいてますけど、はい、あの私から学ぶというのではなくて、私はどちらかというと行事というか、あのこねくり回し役というか、はい、だからみんなの中に入っているとか、みんなが普段気づいてないようなね、徳の部分やなんかをあのまあ問答していこうじゃないかっていうのをね、私はその案内人みたいなことをやらせていただいてるってことなんです、はい、で、まああのご自身が花坂じじいの武田和平でございますというね、あのプロフィールにありますけれども、ワクワク咲いてるね、ありがとう、はい、素晴らしいなと思いましたけどね、これ見ましてね、その花坂じじいにあの私もね、あやかりたいしなりたいなと思っているわけでございますけど、だいぶ厳しいと思いますけどね、このお方はご縁じゃなくてなってほしいですよ。いや、なってなってんですか。なってるなと、まあ、なて気づきませんでした、すいません。世界花咲かしてますがな、毎日ね。そうです、花咲かじいの大実践者ですよ。しんまちゃんの花、顔の真ん中についてる花の方がね、ちょっと目立つ感じですからね。いやいや、本当にまあ、皆さんに楽しく、明るく楽しく、はい、っていうのが僕の、まあ、ポリシーというか哲学でしたからね。それは本当に周りの方が明るく楽しくなりますもんね、しんまちゃんと。僕の周りの方は本当に、まあ、家族がいっぱい咲くよね。花咲かじいですよ。ありがたいことです。ね、まあ、で無理なく無駄なく美しくという、伝統ワクワクありがとうで参りましょうという、ありがとう100万遍というね、あの実はシールもここにいただいておりますから、はい、これがまたね、小判型のシールでしてね、これはお守りになるね、なります。いや本当に運が良くなります。私携帯につけてますけど、本当トラーってたって、まあ、金というか黄色というか風水から言いましてもいや本当ですよ、これは、うん、あ、そう、はい、あ、なるほどね。これはね、あの相手のね携帯電話にあるとね、相手のあの言葉が変わるっていうからね。ああ、そうです。そういう話も聞いてますから、ね、で、あの中のね、もっと良くなりたい人にね、はい、貼りますとね、はい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 、ありがとう、ありがとうって言いますからね、コミュニケーションがすごくスムースにいきますよね。やっぱありがとうとね、笑顔だよね、コミュニケーションがうまくいくかどうかは、うんうんうん、そうですよね、うん、でもね、ここにいらっしゃる方はお年をもう豆していらっしゃっても、はい、素直にそのありがとうってにこやかにおっしゃるんですけれども、うん、なかなか世の中に行きますとですね、うん、お年を召したおじちゃん方は、うん、どっちかというと頑固な方が多くって、世の中に、うん、あんまり笑顔でね、うん、ありがとねなんておっしゃる方少ないんですけれども、どうしたらそうなれるんですか。それでね、私はね、はい、あの、ありがとう100万遍を1年間に言うと、はいはいはい、もう癖になりまして、はいはい、もう誰にも彼にもありがとうが言えるようになると、そういうことでね、はい、ありがとう100万遍を提唱してるんですよ。はいはい、あの、ね、皆さんにね、100万遍やる方は一つね、輪になりましょうということでね、
ね、はい、私はまあメル今ともメルマガ送ってるだけですけど、はいはい、それでもね、はい、1700人超えてきましたよね、はい、あのまあ3年くらいなんのかな、うんうん、ありがとうをね私がやりだしましてね、はい、300万回にさした時に、はい、このこれはね大変なことなんだと、うんうんうん、このありがとうを言ってるおかげでね、うん、もういいことがどんどん起こっていくことがね、はい、こんないいことは、はい、これみんなにねお知らせしなくちゃということで、それであのまあやりだしたわけなんですがね、私これ100万人できるとね、うん、もう日本からねいじめから犯罪からなくなると思うんです、うんですよね、で100万人の方は私はねありがとう100万遍東大だと思うわけ、うん、その周りがね、うんうん、その人もありがとうありがとうということによって変わってきますので、そうですよね、でね犯罪をやる人ね、例えばね、はいはい、いじめをする人ね、もしこの人がねありがとうを普段少しでも言ってるような人だったら、はいはい、そういうことをやるだろうかと考えた時に、うんうんうん、これはね想像できないですよね、やることが、うんうん、犯罪を起こすことがね、はい、ということは、うん、ありがとうで犯罪は消えるんですよ、うん、まあいじめを消えるね、うんうん、まあ、そういうこれからはね、やっぱり愛と感謝のあふれる時代、まあ、そうですね、時代がね、そういうこと、それにはまず一番最初にありがとうからスタートするのが一番なんですね、はいはいはい、それでこのありがとうをですね、400万回やりましてね、で400万回やった時に今度はリーダーは徳を貯めるべきだということに気がつきまして、はいはい、それで貯徳問答校という、まあ、一つのスクールみたいなもんですけど、これ無料インターネットスクールですね、これ富士山って私はまあつけてるんだけど、フリーフェアグローバルね、はいはいはい、それでね、何だったかなネットが入ってるので、うん、ネットでノンコストという、はい、コストがなくてノンコストというね、はい、この富士山ということで、あの、はい、覚えてますけど、はい、こういうね、そうです、はい、このインターネットがね、はい、これ情報をすごい変えますよ、変えるというかスピードね、はい、瞬時にしてね、言葉が時間空間を調節できるわけですからね、世界を駆け巡りますからね、駆け巡りますから、はい、でこれでね、教育って情報でしょ、はい、そうですね、だから本当も乗りやすいんだろうと思いまして、はいはい、それでこのリーダーたるべきものは、うん、やはり徳なくしてリーダーなしということでいかないと、はい、力だけあってね徳がないとね、うん、これはね指導される方が危なくなるよね、はいはい、そうですね、不幸せになりますからね、はい、まあ、そんなことで、うん、あの貯徳問答校というね、はい、仕組みをね考えまして、でそれでまあ去年の2月なんですよ、まだだから1年、ちょうど1年そうなんですよ、そうですか、ところがね学んだ人はね、まあどうなのかな、多い時は1,200人、3,000人ぐらいなってんのかな、はい、うん、そのぐらいの人がねもう学んでくれましてね、私もその中の一人で、はい、第3回は構成として私入らせていただいて、はい、で第4回目から講師いかがですかということで、竹彦さんの場合例えばお話の内容的にはどんなお話が中心なんですか、はい、